すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、餃子とラーメンダブルで楽しめるお店はこちらです。ドン。東京メトロ本郷三丁目駅から徒歩3分くらいのところにありますプレジデントさんにお邪魔してます。こちらプレジデントさんは本郷三丁目駅の近くにあるラーメンと餃子の専門店で、今年の1月オープンということで出来たてほやほやの新店となっております。ラーメン、餃子、ライスは3種の神器ということで、美味しいラーメンと餃子でしっかりライスも食らっていきたいと思います。早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあプレジデントさん、食券セットです。今回は塩ラーメンと餃子ハーフ、さらに半ライスをプッシュしました。お箸とおしぼりは引き出しに入ってるんだなと思いながら待ってるだ。こちらがプレジデントさんの塩ラーメンです。どーい。シンプルながらしっかり食欲を刺激する洗練されたビジュアル。餃子もいい焼き目だぞってことでいただきます。さあまずはスープから。プハーン。魚介をメインとしたあっさりな口当たりですが、伸びやかな旨味がありコク深い味わい。胃を通さず直接体に吸収されていくような美味しさで、底抜けプレジデンツも喜ぶでしょう。ではお次に麺をリフトして、はい、すするーのわーん。ツルツルとした中細麺はスープのバランス感を崩すことなく、辛みも上々でナイスな相性。スープを飲んだ時と同様に次々と次を欲してしまいます。さあここで低温調理チャーシュー。先日ツイッターで話題になったラーメンのトッピングである低温調理チャーシューは、作る際にしっかり中まで火を通し、決められた温度と火入れ時間を守ることでしっとりとした食感の美味しいお肉が完成します。こちらプレジデントさんではフレンチの技法を使い、熱が通ってもフレッシュな色をキープできるんだそう。赤身の色が気になる方も安心して食べられる美味しい低温調理チャーシューとなっています。ではそろそろ酢醤油を作成して餃子を食らってみましょう。おこげはカリッと、皮はもちっと、そして中のあんはお肉と野菜もたっぷりで、ザクザクとした食感が心地いい。ヘルシーな感じですが食べ応えはあり、ライスも進むよっ大統領な餃子です。てな感じでまた麺に戻り、コク深い味わいのスープを真摯に受け止めて堪能しまくっていると、ここで肉団子を発見。こういう小さな発見が幸せを生むんだなと感慨深くなっていると、最後はスープを完飲して本日も完食です。大変美味しくすすれました。今後も目を離せない大型新人の登場です。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやープレジデントさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。1月末オープンということで店内はまだ新しい香りが漂っていて、これからすするラーメンと餃子どんな味がするのかっていうところで期待値も高まっていきました。そして注文したラーメン餃子、ラーメン餃子の二刀流ということでしたが、どちらもクオリティ高くて美味しかったです。ラーメンは魚介が前に出た鶏魚介ベースのスープで、口当たりあっさりながら旨味は深く、喉を鳴らしてごくごくと飲みたくなる美味しいスープでした。中細のツルツル麺との辛みも上々で素晴らしかったですね。餃子は皮カリッと香ばしく、噛むともちっと、そしてあんには豚肉と野菜がたっぷりと入っていて、噛むとザクザクとした食感で心地よかったです。ライスにバウンドさせて食べればまさにこの世の桃源郷といった感じで、スープもさらっとしているのでごくごく飲んでしまい、思わず完飲してしまいました。まだまだ進化していきそうな大型新店の誕生でした。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、プレジデントさん、キングの次は大統領や。うまい。